際は、お客様にお知らせいたします。博多駅では、門松線専用ホーム完成に伴い、7月2日から7月4日にかけ、切り替え工事を行います。切り替え工事中の3日、4日は、一部列車が運休、時刻、博多駅の事故ホームが変更となり、7月1日、始発時より、切り替え専用ホームからの運休となります。Thank you.